ドギーズクラス最後のチームとなります。さあコメントの中に何度もありましたドギーズクラス、ホイップ本日、本日卒業となります。皆様その卒業式をですね、皆様、全員で迎えていただきたいと思います。コートの周りにご集合いただきたいと思います。ただいまよりホイップの卒業式となります。皆様コートの中央、コートの周りにですね、お集まりいただきたいと思います。 それでは、先ほど申し上げましたホイップの登場となります。偉大なる母クリーム、そして兄弟となりますアルジェイとの、そして数々のライバル仲間たちともにこのドギーズクラスの黄金期を作り上げてきました。そして今シーズンの最終戦長岡にはホイップたちの子供ホイップオールのメンメンが勢ぞろいしております。スイート、 カスタード、ディノン、アンニ、タルナ、ムツ。今日も一つの時代が幕を閉じます。しかしながら新たな伝説が誕生します。そしてその伝説はホイップオールをさらにその子孫たちが永遠に語り継ぐことでしょう。網膜剥離により光を失ったホイップですが、その光の瞳の奥には実態と実質が見えていることでしょう。 さあ最後に芹沢雅彦、そしてホイップに一言お送りたいと思います。元気があればリスクもできる。それでは最後に1分間皆さんで卒業式お祝いしていただきたいと思います。芹沢雅彦ホイップチームとなります。それでは参ります。レディーゴー。さあ芹沢雅彦ホイップチームスタートしてまいります。 さあ、ここで1投決めてまいりました。さあ、こちら1回、さあ、ある子供の兄弟となっております。さあ、ここはしっかりと1投決めて、スタートラインの方を取ってきます。さあ、1投決めてまいりました、ホイップ。皆様、大きな拍手をお願いいたします。本日、ホイップ、ドギーズクラスを卒業となります。さあ、しかしながら、 ホイップの子供たちがこれから大きな歴史を作り上げていくことでしょう。さあそれでは芹沢雅彦ホイップチームに改めて大きな拍手、そして一言いただきたいと思います。さあ皆様大きな拍手でお迎えください。芹沢雅彦ホイップチームとなります。 すいません、僕から、突然12月に、右目、左目の視力を失い、なんとか右目を守ろうとしましたが、力及ばずに2月にですね、右目も網膜剥離 になってしまいました。しばらくはなんか右目も見えてるような感じはあったんですが、今はもう全く見えないような状態で、もうドギーズは今日で、卒業します。ただ引退はしません。ホイップは実質は好きだから、今日はドギーズの卒業ということで、どうも。
すいません、私のために、トヨピトのために、時間を作っていただきまして、スタッフの皆さん、そして遠くから応援に駆けつけてくれた仲間たち、ありがとうございます。それではですね、三ツ橋理恵さんからですね、皆さんの、寄せ書きが、入りましたディスク、こちらですね、桐沢雅彦さんに、贈呈となります。さあ、ここで皆様大きな拍手をお願いいたします。桐沢雅彦、ポイントチームとなりました。皆様大きな拍手をお願いいたします。さあ、またホイップ、このコートに戻ってくるでしょう。ドリームクラスは卒業しましたが、実力は引退しておりません。さあ、またこのコートでお会いしたいと思います。皆様ありがとうございました。